ですか。でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。しびるか、ピカピ、それでも乾燥するんで、ということでですね、本日はですね、この後お仕事に行って、わりかしすぐ、そんな長いお仕事ではないんですけど、帰ってきてから夜ね、リモートがあるみたいなので、ミーティング、それがちょっと何時までになるか分かんないので、ちょっと今のうちに配信しておこうと思い、今出かける前です。まだ髪の毛が完成しておりません。もうちょっとマシにしてから行きたいと思います。今日も寒いから気をつけてね。ねえ、やだ、もうこの時間帯からさ、時間帯ってそのこの時間帯からさ、外出る勇気がさ、ないのよ、もう嫌になっちゃう。まあでも今日午前中は本当にゆっくりできたので、ずっと寝てた。ウーバーしちゃったき、お昼ウーバーしちゃったわ。すん、出たくない、外に出たくないよ。この音は何やって、ごめんね、多分換気扇がね24時間こう回っててね、多分その音だと思う。その24時間換気しております。あ、仕事帰りですって、おつ、いいな。いいな、お店も帰りたい。なんかさ、家いるのにさ、帰りたいって思うことない？あ、帰りたいってならへん？なるよね。俺、それ寝てる時からなる。前日の、昨日の夜とかに、今日お仕事があるとしてさ、昨日の夜とかに、なんか明日お仕事行くことを考えて、はぁ、帰りたいってなる。そう、想像し、ね、そう、想像して帰りたくなるよねって、そうなのよ。はぁ、帰りたいってなる。前髪伸びたねって、ほんと？今切ったんだ。もっと伸びてたの、前髪。今ね、だいぶ切ったの、邪魔すぎて。そう、私はならへんって、いいなぁ。いいな、もしもならないようになりたい。早くありたいってなっちゃう。お家が好きすぎて。帰りたいって毎日思ってるって思うよね。一生外に出たくない。もう、なんだろう。
遊びに行くのはいいのよね、外に。楽しいねんけどさ。もうめったに外に遊びに行くこともないねんけどさ。遊びに行くのも思ったりするって、いや、わかる。なんかそう、別に仕事に限らず、なんか例えばさ、友達とかとさ、外で約束したりするやん。明日ご飯行こうとか、明日お洋服買いに行こうとかさ、あるとするやん。もうそれすらもめんどくさくなっちゃう、この仕事とかプライベートとか関係ないのよね。もうただ外に出るのが嫌っていう。そう。本当そういう人間なんですよね。だから基本ね、約束しないんですよ、うんち。なんか、あんまり。だからお仕事とかでレッスンとかでさ、外出てるとするやん。レッスン場とか行って、あ、このまんま行こうみたいな、ご飯このまま行こうよみたいなのはめっちゃ好き。このわざわざお家から出ていくっていう、そのね、あれがね、こう、あーってなっちゃう。前にメンバーと焼肉行った時も流れだったんだって。うん、レッスンの帰りに行ったメンバーとご飯行く時って大体そうにし、休みの日にわざわざ設定して行かないかも。一旦帰ったらその日の行動終了や。わかる。ねえ、めっちゃわかる、それ。あのさ、その歌番組をね、その生出演する時とかって、まあその日によんねんけど、たまに 5,6 時間空き時間がある日とかあるんですよ。朝の7時8時ぐらいに現場行って、仮面リハっていうその一回リハーサルみたいなして、でランするみたいな、なんかいろいろリハーサルして8時ぐらいに終わるとするやん、その。そっから出番が夜やから、その8時ぐらいから夕方の5時ぐらいとかまで空くことがあるのね。で、だいたいさ、メンバーは帰んのよ、その合間に。でも大西は帰ったらもう出てこれなくなるから帰んないの、仕事の合間に。どれだけ時間が空こうが。そう、そうなの、本当に帰れないの。なんかほんまに究極なこう時間つぶし、カラオケ行ったりとか、まあ普通に買い物行ったりとか、マッサージ行ったりとか、逆にその間に普段休みの日でも外に出えへんから、この間にこの間になんかやるみたいな。ただ他にその夜とかしたいことあったりとか、夜ご飯行くとかっていう、なんか先になんかこうしとかないと、こう予定とかが決まっててなら、この間に帰って一回洗濯しとこうかなみたいなのも今まで何回かあってんけど、もうないね、ほとんど。そう、お家帰ったらもう終わりなの。わかるわ、めっちゃ。そうそうそう。すん、なんかいつもと髪型違うな。なんかまじ、真面目そうな髪の毛。
務所行ったりはしないの？しないね。休みの日に事務所は行かないかもね。あ、どういうこと？あ、合間ってこと？あ、なんか呼ばれてたら行くけどみたいな。なんか事務所でお仕事するときとかあるから、そういうときはまあ、まあ、それも仕事やから行くけど、別に呼ばれてなければ絶対行かない。なんじゃない、行かなくない、休みの日とか。例えばにさ、職場行く？行かないよね多分。大西のママは休みの日に職場見たらゾッとするって言ってんで。そんなもんやろね。大西はまたちょっとみんな、なんだろう、ちょっとさ、お仕事のあれが感じが違うからさ、別に全然ゾッとはしないんだけどさ、確かに普通に働いてたらそうなるよなって思う。近づきたくもないって。そうでしょ。そうでしょとか言って、なんか今日髪の毛ボサボサだな。休みの日は休んだ方がいいって。いや、ほんとそうよ。そのための休みなの。今日の画面は FF 感ですかって。全然薄い顔。今日は何もない顔。今日別に表に出る仕事でもないから、ある程度ぐらいのやつ、自己満ぐらいのやつ。どうやって決めてますか？日によるよね。決まってないおんにし。今日もなんかやから変だなって思ってた前髪。なんだこの分け目って思ってた。なんだこれって。なんか何分の何ぐらいなんやろうなみたいな。いつも大西この辺にあるのが好きなのよ。なんかすっかすかやなって思ってたけど、めっか髪の毛。もうなんかこうならない？午前中とかゆっくりしててさ、今からこう外出るって、お仕事で外出るってなっててさ、もう体がそれに対応してないの、ノート。あってなる。あーんって。帰りたいってなるよね。ポジティブな思考に至らないの。いやー。休日モードって、うん。そのモードに入っちゃってるかも。今日で仕事納めって、全然仕事納め収まんない、うん、仕事収まんないです。ありがたいよ。ね、まだまだいろいろね、楽しみがあるからね、今年。まず明日もあるしね。
イベント嬉しい。今日中に覚えないと。お、明日品川行くよ。お、ありがとう。なんやかんや働いてた方がいいタイプよねって。いや、うん、そうやと思うし、働かへんくなったらマジで誰との関わりもなくなって、誰とも連絡取らなくなって、家に多分ね引きこまっちゃうと思う。本当に何もしない人間になってると思う、ね、昔からそうだったのね。いや逆にね、昔は外出んの別に好きだったんですよ。時間大丈夫って、いや30分に終われるようにするわ。そう、昔は全然友達と遊びに行くの大好きだったから、休みの日にこう遊びに行く約束とかしててんけど、まあ学生の頃やったからさ、じゃあ土曜日イオン行こうよみたいな全然やっててんけど、なんだろう、このお仕事さ始めて AKB になって、こうだから入りたての頃もまだ良かったんけど、やっぱお仕事がありがたいことに忙しくなってきて、お休みがなかなか取れないとか、お休みが分かんないとかって風になってきて、でこう関わる方々もめちゃめちゃ増えて、それこそすごいたくさんの方と話す機会が増えるじゃない。メンバーもいっぱいいるし、スタッフさんいっぱいいるしね、舞台やってたら舞台の方々ともお話しするようになるしってなると、あのキャパオーバーするのよね、もちろんこの人間関係としてのこのあオファーしましたってなってぐらいかな、ほんまに本格的にインドアになったのかもしれへん。うん、そう、だからもう休みってなったらもう出ないし喋んないしみたいなってなったかもね。いろいろあるよね。だから AKB とか入ってなかったら大西全然もっとアウトドアな人間だったと思うよ。お家は好きだけどね。かもね。ももちゃんってお外行ったら何して遊ぶのって。なんだろう、一人やったらいろいろあるけど、いろいろあるって言ってもあれか、ほんまにブラブラしたり買い物行ったりマッサージ行ったり自分のケア行ったり、でも何やろ、趣味がないから大西、完全なる趣味として気分な、何だろう、趣味として楽しみに行くっていうのは正直外にはないかもね。サウナはあって、まあもちろんサウナも好きだけど、うん、そうね、
人大勢どっちが好きって、どっちも好きよもちろん、あのお友達と遊ぶのももちろん好きなんですよ。そうそう、ただ一人の時間も大好きだよっていう。なんかたまにさ、一人の時間がないとしんどい人っているじゃない。多分それなだけで、そう、一人も大好きだし、お友達と遊ぶのももちろん好きなんです。ただこう毎日大勢と休みの日に1週間連続で遊びに行けるかって言われたら、1週間中の1回大勢と遊びに行くっていう方を選ぶ、なんかその2つの選択肢があるとするなら。まあでも大体そうじゃん、人間知らんけど。めちゃめちゃさ寂しがり屋さんな人もいるわけじゃない。だから大西はそれはすごいなって思うの、メンバーとかの話聞いてて、もう寂しいから一人嫌だからみたいな、寂しくなったらメンバーに来てもらうとか、可愛いなって思う。やばい、もう26分だ。そろそろ、では大西は行ってまいります。頑張ります。ありがとう、頑張るね。ありがとう、皆さんの応援のおかげで頑張れそうです。ではランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位、チアマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が、サトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が黒芝のりこ店さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が MM ルールズアットマークギフヌルド人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。変わった、もう一回いくよ、1位チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がもゆアットマーク大西沼半年記念 B さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が黒芝のりこ店さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が MM ルールズアットマークギフヌルト人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が、カホアットマークニコンさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がツバッサーさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということでですね、行ってきます。頑張ります、行ってきます。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。
バイバイ。ありがとうございました。またね。バイバイ。